サー・ジェームズ・ポーター、サー・ジェームズ・ポーターは、グレート・ブリテン王国の外交官。1746年から1762年まで、ザイ・オスマン帝国イギリス大使を、1763年から1765年まで、ザイ・ブリッセルイギリス全権公使を務めた。外交官を務める傍ら、科学への興味も持ち、コンスタンティノープルで地震と、近世観測の記録を書いて、 フィロソフィカルトランザクションズ誌に寄稿した。1710年、ダブリンで生まれた。父は、ジェームズ2世の軍で、騎兵隊員を務めており、ジェームズ2世が、ウィリアマイト戦争で敗れるとせよ、ラ・ロッシュからポーターに改めた。母は、イザイエド・オーピュの娘であり、1753年1月7日に、亡くなった。ポーターは、わずかな教育を経て、 ロンドンの商店に身を置き、暇な時に数学を学び、ラテン語に関する知識も得たほか、フランス語とイタリア語を流暢に話すようになった。また、ロビンフッドという名前の弁論会に加入した。友人のリチャード・アダムズにより、第二代カートレット男爵ジョン・カートレットに紹介されると、カートレットはポーターを密使として、たびたび大陸ヨーロッパに派遣するようになり、 1736年12月に、モラビアで、ニコラウスルートビヒホンツインツェンドルフ伯爵を訪れて、伯爵と対談した。1741年に、ビーンの宮廷に派遣され、そこで在身聖ローマ帝国イギリス大使、トマス・ロビンソンによる、オーストリアとプロイセンの第一次、シュレイジエン戦争における講和交渉の仲介を、手伝った。1742年には再び、 マリアテレジアへの特使としてウィーンに派遣され、以降1747年1月頃までウィーンに滞在したとされる。1746年9月22日、ザイオスマン帝国イギリス大使に任命された。同年10月11日に新任状を受けた後、1747年2月11日にコンスタンティノープルに到着した。ポーターの到着まで、 臨時代理大使を務めた、スタンホープ、アスピンウォールは引き続き秘書官として、大使館で働き、1749年初に、辞任した。サー・ウィリアム・ジョーンズによると、ポーターは、ザイオスマン帝国大使として、イギリスの商業利益を守り通したという、1749年5月11日、王立協会フェローに選出された。 1755年から1762年まで王立協会のフィロソフィカルトランザクションズ誌に合計で3回寄港し、コンスタンティノープルで感じた地震、同地から金星を観測した記録について記述した。1761年5月にヘンリー・グレンビルがザイオスマン帝国大使に任命された後、グレンビルは1762年2月21日に、 コンスタンティノープルに到着。ポーターは、同年5月24日に、コンスタンティノープルを離れた。1763年5月7日、在ブリッセルイギリス全県公使に任命された。その後、順断尺への助尺打診を受けたが、これを断ったという。その代わり、同年9月21日に、騎士尺に上された。その後、同年10月12日に新任状を受け、 28日にブリュッセルに到着した。在ブリュッセル講師を2年ほど務めた後、講師としての出費が高すぎると考え、1765年に辞任して同年12月にブリュッセルを離れた。辞任以降はロンドンとハムで生活して科学と文学に没頭した。1768年に王立協会会長への就任を打診されたが、 会長になれるほどの貢献がないと感じ、また会長としての生活様式ができるほどの財産がないとの理由により辞退した。同年に、オスマン帝国の宗教、法律、政府に関する著作オブザベーションズ・オン・ザ・レ n ジョン、ロー、ガバメント、アンド・マナーズ・オブ・ザ・タークスを出版。1771年にイギリスとオスマン、帝国の貿易史に関する記述を追加した第二版を出版した。 1776年12月9日、ロンドンのグレート・マールバラ・ストリートで死去した。1755年、ザイオースマン帝国オランダ大使、エルベルト・デホヘピエード男爵の長女クラリッサ・キャサリンと結婚、二男三女を設けた。ありがとうございます。